ルーキーン3円天底三歩道は死ぬなよ。じゃあ行くか。はい、じゃあね、行きます。大丈夫かな。じゃあ行くよ。あれ、俺鍵持ったっけ。車の鍵差しっぱまずいな。登れない、普通。アミさん、急。よいしょ。あれ？あ、あったあったあった、あそこだ。あそこなんで、あそこまで行きます。ここはね、違うんで、グラウンドだろ、これ。あっちなんで、あそこまでちょっと行くから。下から降りれるんで、これ。よいしょ。ちょうど今映しているところが、これ今映しているところが多摩川のちょうどあの今中間 橋の下でしょ。あそこの、あそこの奥が川だからすごいことになってるから。七瀬さん、おはようございます。七瀬、おはよう。バックネット倒れてますね。バックネット倒れてる。チャリンコは焦げたな、風で思いっきり倒れてたな。焦げてた、風だな、風で。うわ、すごいわ。ああ、これよかった。じゃあ行きますか。こっから降りれんだろ。あそこに階段あるよな、確か。いいや、こっから降りちゃう。ちょっと降りるよ、危ない。ここ降りる。よっこいしょ、よっこいしょ、よっこいしょ。よし、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 よし。風でね。風でこんな倒れてる。全部相当強風がすごかったってことだな、これな。はい、よいしょ。グワーッと音するもんな。みんなの方ちょっと多分音声聞こえないと思う。会長さん、部分的にはいつもと変わらないように見えるけど爪痕は残ってんだな。あ、いや、地面はぐちゃぐちゃじゃないね、全然普通。さん、すごいな。猪木さん、判断したのか。うん、知るよ。いや、わかるよ。すごいことになってるから。聞こえます。すごいことになってるから、本当に。冗談抜け、川がびっくりする。これ多分落ちたら流されるな。もうどっか行っちゃうよ、今の状態で。え、これどこまで行けんだろう。あんま近づいて水のところに行っちゃってるよ。ほら見て、全部倒れてんじゃん。ほら。天底三ダム放流してたら読みますね。すごいまずいな。なお、会長さん死んじゃうよ。これ落ちたら死んじゃう、本当。すごいよ。ミルキンさんはすごいね。うん。うわ、すごいわこれ。ビビさん亡くなった人いたよ。らしいね。すごいわ。ちょっと待ってね。危ない。危ないでね、ここら辺ね。足元が。よいしょ。これね。やばいよ、これ。ここ。これ泳げる。はい。
とかなり足場悪いんで気をつけながら、よいしょよいしょ、危ない、こんな感じですね。これすごいような状態なんですけど、わかる、これこんな状態。もうちょっとこっち側行くとすごいよ。こっち側ちょっと行くか。ちょっと待ってね、危ない、足場が。よいしょ、まずいです、いらっしゃい、こんな感じ。わあ、すごいでしょ、こんな状態です。いや、そうだろうな。だって ここら辺も水が来てたってことでしょ。こっち側に水があるってことは、こっち側にも水が来てたってことでしょ。水位が。これはやばいよ。ちょっともうちょっと行くわ。ほら、ここに水が残ってるってことは、ここも濡れてたことだから、まあ、ここら辺泥がベトベトしてるんで、かなりベチョベチョしてるから、ほらここ水流れてんじゃん、ほら。じゃあちょっとあっち側渡ってみるんで、ちょっと待って。だってほら、ここも濡れてるもんね、土が濡れてる。お、何これ、ほらほら、魚が動い、ほら魚が泳いでるぐらいだから、ほら、ここにこんな場所にね。よいしょ、ちょ待ってな、渡るから。よいしょ、よし、ご苦労さんです。よし、来た来た来た、一番いいところに来たよ、映像的には。よいしょ、よし、来た来た来た。はい、ということでね、濁流のすごいところに来ました。こっちが一個、なかなか大変だこれ。よいしょ、あれ、ヘリ飛んでんな、ヘリが飛んでる。これね、こんな感じです。うわ、すごいよ。間違いない。すごい影響だよ。そうだろうね。全然収まってんだな。これはすごい映像だね。いや、これ本当にやばい。本当に入っちゃったら流される。冗談抜きで。危険だわ。ここにもね、でも、まあ引くの早かったんだろうね。水があるけど、
引くのが早かったんだろうな。じゃあちょっと上に上がれます。無理だろう、俺のバタフライを使って無理だな。よし、あそこから上上がれるから、あそこから上上がろう。ほら見てよ、ほら根こそぎやられてるから、根こそぎ。風の影響がどんだけあったか、水と風、まあここら辺も水があったんだろうから、水と風の影響で全部倒されてるもんね。うーわマジ、これ見てみ、見てみ、ほらあそこ、あそこね、上り階段みたいなのがあるんだけど、水かさみたいになってる。ほら水がもう水で、水の影響で浸水しちゃって渡れないもんね。あそこスロープになってるんだよ、スロープ。わかる？あれってあそこ歩けるんだけど水で埋まっちゃってる、通れねえじゃんあれ。でここまで水があったってことだよ結局。これ通れねえじゃん、どうすんだよこれ。必殺技使うか俺の。うん、これこっち渡りたいんだよね俺ね、渡りたいから、ちょっと渡りたいから。いや石を使う、石を使って、あれ飛べるかな、ちょっと待ってよ、あれ飛べるかな、あそこまで飛べる。で次この石を踏むよ、この石を踏んでこっからここまでジャンプ、ホップホップ、ちょっと待ってな、ステップ、飛べるかなこれ。いやダメだ、ダメだ、安全にここ行く、安全にこっちの方行くよ、安全の、いや安全じゃなかった、ダメだ、安全じゃない、ダメだ安全じゃないで、ダメだ、同じ道帰んなくちゃ、これだ今の、ダメだ、また同じ道で帰る、遠いんだもん、遠いの、参ったよ、遠いのよ、だから近道しようとねしちゃったよ、靴が濡れたよ。ふざけんじゃねえよ。よし。あ、魚死んじゃった。さっきの魚。ここでも、ほら見てよ。ここもジャンプしたんだよ、俺が。ジャンプしたところ。あれ？これどう？ちょっと待って。これじゃ。行くよ、せー、ちょ待って、せー、これジャンプするか、これせー、はい、ジャンプしましたよ、残念ながら。僕の運動神経舐めないでください。僕死じゃねえ、死じゃねえよ、おい損、死じゃねえの、本当に残念だけどね。よし戻るか、いやーすごいなこれは、氾濫が、氾濫してた状況か、
ひどいなぁ、すごい。もう抹茶色だもんね。まず水が。まあ、すごい。マジで？福島で？奈々、おはよう。そうです、魚の恩返し、鶴の恩返しでならぬ。うっそ、すっかりハゲたよね、本当に。参っちゃって。ああ、疲れた。なかなか疲れるね。暑いし。暑い。つるつるしこしこ卵麺ですよ。怖い怖い。足滑らしたら本当やられちゃうからね。下足本当滑らすとさ、ぬかるみになってるから、最初の場所がもう。そうすると止まんないからね。まあ、よかったね。でもまあね、命に代えられるもんないからな。バイクトリックか。あら、疲れた。頭ニット帽かぶってる。ニット帽。今どんな感じかというと、あれ、あれ、今こんな感じです。はい。なんね。スキン、ニットにヘルメット。で、マイク。グッチいらっしゃい。そうそうそう。宇宙飛行士だと思えば違和感ないだろ。まず。あ、宇宙飛行士だって多分みんな思ってると思うんでね。うん、違和感なし。ちょっと痛いね。いや、暑いよ。暑い、頭が。本当に。じゃあちょっと登るんでね、ちょっとあれを走って登る。あれをちょっと走って登るので、ちょっとね、映像汚くなりますけど、ちょっと待ってな。ちょっと坂だからこれ、本当に。階段じゃねえからさ、これ。これちょっと登んなくちゃいけないな、これ。よいしょ、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 OK。あれもいらっしゃい。かいでしょ。ああ、疲れた。いや。見えるわけねえよ。もっと人数多いわ。あー、疲れた。帰ろう帰ろう。なんでこんなところに来ることになったんだよ。おまけに靴が濡れたじゃねえかよ。本当に帰るだけの放送なのによ。皆さんね、ナイスお願いしますね。13しか増えてねえよ、マジびっくりしたよ。そっちの方がびっくりだろ、お前。ナイスが13しか増えないという現象ね。本当に焦った、オラ。ソフトバンクソン正義さん3億円返して自首しましょう。ちょっと待ってね。なお、会長さんレポートお疲れ様です。ニクさんナイスしましたよ。ありがとうございます。ちょっと待ってね、バイクで走り出すんで。さすがにこの短時間にバイクいたずらねえだろ。25万の25万のバイクで走り出す。大丈夫だな。タイヤ大丈夫そうだな。
よし、行くか。Are you ready?レッツラゴ。ヤマハボックス。ヤマハ VOX ボックスですね。そうでしょ。かっこいいでしょ。前までは高速にマウスをバーンと落としてたけど、音がエンジンの音があんましなくなった。エンジンとかマフラーの音。ね。おい。行き止まりじゃねえ。どう？爽快にするとね、行き止まりじゃねえ。逆だった、元から逆だ。あそこに陸橋がある。反対に上戸じゃない。音声流してるけど上戸なんだろうね、これね。人によってわからないよな。ワッチの方考えてもらえないんじゃない。これだ、何なんだろうね、これね。ふわっちの方、俺の設定は変えられないから、何も変えられない。設定自体変えるところもない。そうそうそう、そうすると変わるな。どっち行け、左。放送は映像綺麗なんだけど、なんか音声の調子が悪くなったりするんでね。左か。左だ、あれ。また同じ場所持ってきた。ここか。ここを右。こっちだ。あんまスピード出すとあれなのかな、音声が聞こえなくなっちゃうのかな。あ、なんかプツッと切れる時あるんだろう、多分。これどうしよう、右行って左曲がんないと多分一方通行なのかな。そうなんだよ、だから高画質設定しても意味がないんだよね、それだとね。よいしょ。意味が分かんない。ワッチに改善要望出さないとこれ多分変わらないと思う。意味が分からないもんね。
です。いやー暑い。よし、これで次の左曲がって次右か。多分ガツ自動運転すれば多分聞こえると思うんだけどな。でしょ、多分多くの人が多分自動で多分大丈夫なんだよね。でも人によっては低ガスでないと見れない場合がある。多くの人は自動で平気なんだよな。小鳥さん自動は音声でないの。聞こえるでしょ、うん、自動で出ない人はもう設定変えるしかないけど、基本的には自動はそのソフトバンクソン正義さん自動は音も聞こえない。あ、そうなんだ。PC や HTML じゃなくてフラッシュにすれば聞こえると思うよ。 HTML じゃなくてフラッシュ。低ガスで見る意味ないよね。こっち高ガスで設定してんだからさ。